さてで本題に戻りますけれども、ちょっと先週からの話を整理してお話ししますが、今日は持続可能な開発っていうものの2回目で半分ずつ分けてあります。で先週持続可能な開発の概念とか定義とか歴史についてお話をしました。で皆さんの修士課程での勉強では直接関係ないかもしれないですけども、少なくとも環境地域環境マネジメントっていうコースにいるので、これぐらいはさすがに常識として覚えた方がいいものでした。でこれだけで終わらなくて、持続可能な開発の概念定義をした後に、その将来のニーズを損なうことなくそこまで開発していいよっていうところは、言葉ではどうとでも言えますけども、じゃあそれをブレイクダウンしてきた時にどう考えるのかっていうのを、経済学は経済学でやってます。で多分皆さんの分野、各分野あると思います。化学の人は化学の人に思うところがあると思います。生物学の人は生物学の人に思うところがあると思います。みんな聞くと答えは違いますけども、で経済学はこういう形でそのきちっと整理しましょうよと。でそれは概念でもあるし、実際に現場で使われている具体的な計算方法でもあります。で主に今日は資料免疫分析による定義というのでお話しします。で環境の価値が国民経済計算に最近は反映されたということをちょっとだけ話して終わりにします。で、持続可能開発の概念はこれは先週やりました。それでここからゆっくりお話しますけれども、今言ったことを整理するとこうなります。便益があって、便益があって、で費用があります。便益があって費用があります、引きます。ただ初年度ゼロから T 年度までやるとしたら、1年目以降はこれは君たち分かりますね、1プラス R で割ってあげます。でそれを全部足してあげます。でそれがゼロより大きかったら、これは採算が取れてるってことです。なのでやっていいよということになります。でこれが伝統的な評価基準で、くどいですけど全部やってます。皆さん日常会話の中で費用対効果ってよく聞くでしょ。費用対効果で、これの数値によって費用対効果が見られるということです。で実はここから先もいろいろ話がありますけど、それは後の講義で出てきます。今のところはこれ。それで持続可能な開発の話をしてますよね。持続可能な開発をしてます。で持続可能な開発は今必要なものは得るんでしょ、とりあえず。そうですよね。だからこれで必要なものはやらないといけない。ただやっぱり次世代が使える範囲でっていうことなので、こういう概念が入りました。さっきの道路の話ですけれども、これだと環境全然入ってないですよね。次世代に残すっていうのは入ってないですよね。で道路を作ると当然途中の山とか草原とか場合によって湖とか全部壊しますでしょ。これ入ってないので、その壊す環境の価値を引いてあげます。その環境が壊す環境が、道路を作る過程でその壊す環境が価値があるものだったら、単純にこっちで事業採算があるって見ないで、これを引いた上でもまだゼロより大きかったら持続可能ですよということになります。ということになります。で E の測り方っていうのは、ごめんなさい、また後の講義に出てきます。でこれもうちょっとだけ、でももうちょっとだけ詳しく見ておきますと、もうきれいな森林あります。森林あります。で例えばダムを作るとしましょう。でダムはいろいろありますけども、必要です。洪水とか防ぐために必要です。で開発って言葉使われてますけど、壊すってことですよね、ほとんどの場合は。時に今話しましたダムを作ります。で実際、新興経済国では実際工場の用地が足りなかったりしています。
であと貧しい国に多いのはこういうところでね農地が広がってくるんですよ。と森林は壊されますよね。だから森林はいいと、農産物をが優先で、まあ、ダムを作るために、まあ、壊します。そうすると当然ベネフィットとしてもちろん農産物とかダムを作れば 水力ダムだったら電力収入がありますよね。これは当たり前のことです。ただもし壊すとこの元の森林が失われますよね。で壊す代わりに保全したとしましょう。まあそのまんまにしておきます。そうするとこれは現実化してます。水源がちゃんと確保されます。そうですよね。今山梨県も森林環境税導入してます。で神奈川県なんかは神奈川県の水源の一つが、ね、山梨県内にあるんですよ。なので神奈川県で実施している水源のごめんなさい森林環境税を山梨県にくれたりしています。要するに山梨県でちゃんと森林保全してくれないと神奈川県の人が水取れないから森をちゃんと保全してください。それはもう現実化しているぐらいです。で、まあ、あとこれ意外と大事なことで温室効果ガスを吸収しているので価値がありますよということです。だから確かに破壊してダム開発をすれば電力収入はあります。でもそうすると取っといたら得られてあろう水源の機能とかが失われますということになります。なので単純に先ほどのダム建設を費用便益分析で見るとまあダムを作ると電力収入ありますよね。でこの場合単純な費用便益分析で見ると建設費用とかかかりますよね。あと本来のこれだ昔のまんまだとこれだけでよかったんですけどでそれでプラスだったらよかったです。でも壊してしまうと取っといたら得られたであろう価値が失われてしまいます。だから皮肉なことに水力発電のために森林を破壊してダムを作ると森林をそのまんま取っといたら得られたであろうその水源の機能っていうのは失われてしまいます。こう森に雨が降って下流に水をもたらす機能が失われてしまいます。それが失われてしまうでしょって。だから収入と単純な支出だけじゃなくて単純な便益とコストだけじゃなくてこの環境の価値を入れないとダメでしょっていうことが言われるようになりました。で世の中こっちの方は世の中全部応用されてるんじゃないんですけどもこういう考え方を取り入れましょうねっていうことを、まあ、1980年代から90年代に言い始めた経済学者がいましたということです。まあ、見方としてはスマートですよね。なので今お話ししたことを整理しますと何かをするためにこれは必ずやります。特に税金使ってやるときなんです。そうです。今まではこれがゼロより大きかったら、まあ、別に収支はいいので便益と費用の差はいいのでやっていいですよ。でも持続可能な開発っていうのが考えられるようになりました。そしたら開発したら失われるこれを考えてねって。これを考えて失われるんだから引くんでしょ。これを引いてまでゼロより大きかったらいいですよ。で今度は反対にこれがすごい大きいとこのプラスとマイナスひっくり返りますよね。時はこれ大きいんだから保全しといた方がいいでしょ。こういう判断基準で価値判断でやってくださいよというのは概念として提唱されるようになりました。
ここまでよろしいでしょうか。皆さんにとってはちょっと遅すぎるのか早すぎるのかちょっとなかなかわからないですけど、これが一つの考え方です。で、他の考え方もたくさんありますけれども、まあ、これをとりあえずは今日は紹介しておきます。それで今度はこれは一つでしたよね。一つで一番最初に話したように、世の中で事業とか活動とかプロジェクトで、まあ、どの分野でもいろいろやってますよね。どの分野でもいろいろやってます。だから社会全体を今度は考えます。今の考え方を応用して、今のような事業プロジェクトっていうのはいろんな分野でやってます。で、いろんな分野ありますけれども、例えば建設、電気、森林、あと環境保全事業ってことを考えます。これは例えばの話です。で、どの分野のどの事業もベネフィットがあるしコストがあります。で、いや、まあそれぞれ関わる年あの期間は違うと思いますけども、いろんなのがあります。これまあ無数にありますよね。自然数だけやるといえばみんなはまあピンとくるでしょう。そうですよね。これもいろいろあります。でも全体を考えるとこういう形になってます。そうですね、足し込んでいけばいいわけですよね。自然数であるのは確かです。それで今までは B と C だけでよかったです。でも持続可能な開発っていうのを考えるとこれを入れます。全部これ入れてねって、全部これ入れてねって。で、特に建設っていうのは比較的壊しますよね。まあ、必要ですけど壊しますよね。で、まあ電気とかはまあ普通に工場で作るから、そんなに山奥のなんか森を壊して工場作るってことはないですけど、まあ電気使ったりしますので、環境破壊する分はゼロではありません。だからこれもちゃんと E を考えてね。で、森林だと、林業だとちょっとややこしいです。まあどう考えても林業なので木を植えたりするから環境にはいいんですけれども、それでもマイナスの影響あるかもしれません。で、これがプラスになっても別にいいわけでしょ。プラスになったら受け入れやすくなりますよね。判断としてやっていいよって言いやすくなりますよね。で、これはもともと環境保全事業、これは林業というのも最初から植林事業ですよってことですと、まあ、これがやたらでっかくなりますよね。まあ、多分これがでかいと思うけど環境保全事業って意外とお金がかかる。いずれにしろこういう形で今までは B と C、便益と費用しかなかったのが、こうやって E を入れてくださいよ、社会全体で、社会全体という経済学の費用便益分析から見ることができます。他の見方もありますし、この E のところはいちいち測らなくても法律で禁止するところありますけれども、こういう見方をすることができます。全部価値で統一しているわけです。貨幣で測った数字で統一しているわけです。それで今まで言ったことを整理し直します。で、皆さんだと得意だと思いますけれども、今まであったのを整理しますと、さっきは一つの事業だったのでこれ I がなかったですよね。便益があって費用があって時間が T で流れているから T の期間を行えるんだったらその年度で割り引いてくださいよ。で、 T が上がれば上がるほど割り引く割合は大きくなりますよ。で、足してゼロより大きかったらそれはプロジェクトとしてやってもいいですよ。で、 E を入れました。で、 E がすごい大きかったらやめてください。で、 E がそんな大きくなくてやっぱりこっちの方がでかかったらやっていいですよ。で、これを T だけだとこうですけども、こっちへ足していってあげます。 I ありますよね。世の中に自然数 P のプロジェクトがあったら I っていうのは何個目かのプロジェクト。で、これだと1個2個3個4個ですから4個まで足します。だから N 個
P 個かな、 P 存在する、 P という集合の中に存在する自然数 I を全部足し込みます。足し込みます。でこう E を引いてるってことは、引いてるってことは基本的には破壊するようなものですよね。こっちだとこれとこれかな、性格的に。で今度は何か事業プロジェクトをやるんでも環境にいいものってありますでしょ。林業なんかどっちかっていうといいのがある。でこれは最初から環境を保全する事業プロジェクトなので E は多分プラスなので、これをもう最初から正の値で A として足してあげます。この A はあまり深い意味ないですけど、別に変数名前つけたんですけども、たまたまアベイトメント、緩和するということで A にしています。別に変数の名前だから何でもいいですけど。でこっちも世の中にはたくさん環境を保全するプロジェクト事業っていうのはありますから、事業とありますからプラスで、まあ、割り引くのは一緒、割り引くのは時間で割り引くのは一緒です。でダムによる環境破壊を補填するのは環境保全に関する免疫ということで、最初から保全するようなものね、活動するのは当然 J 個あるでしょ、集合 S の中の J 個あるので、これを全部足していってあげます。足していってあげます。そうすると世の中全体この状態であるなら持続可能で受け入れましょうよとことです。でこっちが割と破壊するような活動事業プロジェクトです。 E を引いてますから。でこっちは割と環境保全するような活動事業プロジェクトです。でこっちの方は時間で足して、こっちは数で足してると、あ逆かな、こっちは数で足して時間で割り引いてるのかな、まあ、順序はどっちでもいいと思います。こっちも同じ環境保全するようなもので、こっちは数で足してあげて、で割引っていう形は必ずしてあげます。これ要するに全部足して、このマイナスの E とプラス A が引いてきます。これ全部足し込んで、これで0より大きかった持続可能ですよということになります。世の中の E とか A を全部測ることはできませんが、少なくとも言葉じゃなくてこういうところまでやってくださいよと、これが達成できるようにしましょう、そしたら持続可能な開発ですよということになります。ただし、ただしでここからは倫理の話が出てきます。こんなになんかガチガチにガチガチになんかフォーミュラ数式かなんかで定義しておいて倫理出てくるのって、出てきます、出てきます。でこういうのを提唱したデビッド・ピアスっていう環境経済学者はこういう言い方をしています。弱い持続可能性、割と緩い時と強い時で違ってきますよと、違ってきますよ。でこれは我々がどういう世界を選ぶかで変わってきます。なのでどういうことかってここに行きます。多分ここにいる皆さんは当然環境の大学院に来てんだから環境を守りたいって発想でしょ。そうじゃない人もいるわけで、そうじゃない人だって、ね、民主主義社会でで再選挙とか国民投票をして決めていくわけでしょ。だからいや別に環境なんかなくなったっていいんだ、生物なんかみんな滅びたって、気候変動でどんな嵐が来たって、俺は金稼いでシャンパン飲んでで雨下ぶっ飛ばして、それで別に10年越しにいいんだっていうのは、それは自由でしょ。もし世の中の 99% がそうだったら別に環境条約なんか誰にもいらないよね。ただまあ大体の人はそれは自分も自分だってそういう生活いろいろ楽しみたいけど、環境にもやっぱり配慮しましょうよと。
ということで、大体の人はそういう常識の中で生きています。ただ違います。で、実際アメリカのトランプ政権は気候変動のパリ合意を、やめる方向で急に動き始めましたから、もうそういうことですぐ変わることはあります。で、倫理によってかなり違ってきます。で、どういう倫理を考えるかというと、技術至上主義と環境至上主義です。で、ここら辺が普通、面白いから快楽主義者の方からいきましょうか。これね、クルノコピアンというんですけど、後で辞書を引いておいてください。大体欧米の人が考えたギリシャ神話から持ってきたやつなんですね。快楽の神とかそういう意味だったらしいんです。そういう人いますよね。もうグリーン経済とんでもないと、もう成長がいいんだと、資源なんかどんどん使えばいいんだと。で、だから単純な政策、さっきこれまで話したEなんて全然考えませんよと。でちょっと GNP っていうのはちょっと古い、今 GNP 国民経済で使わないんですけども、 GDP っていうのは聞いたことあると思うんですよね。国民経済 GDP をとにかくでかくすりゃいいんだと。で、なぜかっていうと、資源が足りなくなろうが生物が少なくなろうが、それは少なくなったら効果になるので、変われなくなるから自然破壊なんか自動的に止まるでしょ、市場原理でっていう考えを持ってます。で、あとは何か汚染とか温暖化の問題が出てきたら技術によって全部解決できるでしょという考え方の人たちです。で、伝統的な倫理観ですね。で、この人たちはとても弱い持続可能性、Very がついます。 Weak Sustainability と呼ばれます。それで今これ聞いてちょっとかなり特殊だと思うでしょ、思うでしょ。でも これが言われたのって1994年なんです。この本が出たの、この表が載ってる本が出たのは1994年なんです。ということは、この前は1980年70年代がこういうの意外と普通だったんです。で、世の中変わりました。やっぱりちょっと特殊でしょ。で、今度反対にこういう人って言いますよね。ディープエコロジー、この人ってとても強い持続可能性、もうあれ、ミミズだってオケラだって友達です同じ権利です。で、とにかく生き物が大事だから、ガソリンなんてとんでもない、経済なんてとんでもないという人たちです。すごい極端な資源を保全的、ただこれもちょっと極端ですよね。私嫌です。で、大体はここら辺で、この本が書かれた時はここら辺が多かったです。でも今割とこっちに移りつつあります。割とまともなのちょっと見ていきますと、アコモデイティング、和解的、アコモデイトって非常に訳すのが難しいです。アコモデイトって難しいです。妥協じゃないな、こう合わさってこうなんとなくっていう感じです。それで、グリーン経済、グリーン市場を導入して、環境を守るものに対してはインセンティブは与えましょうと、例えば税金を安くするとか、そういう手段を取ります。で、グリーン GNP、GDP の導入、先週話したように資源が減ったら GDP が減ったと考えますよと。で、ただし資源がなくなったらあるもので技術は代替できるっていう考えをします。少し環境に配慮します。で、倫理観としては他者への配慮、要するに次世代への配慮っていうのをするということです。だから持続可能の開発の考え方にかなり近くなってきました。で、ただこれは資源が代替可能っていうことを考えているので、今なくなっても例えば将来別の技術開発で完全に資源は代替できる、代替物があるという考え方をします。ので弱い持続可能性というふうにここでは定義づけられています。それでここは
共存主義と、ね、あの時代が変わっても共生社会とかいう言葉が普通ですよね。多分生命環境学部の何かでもどこ入ってるんじゃない、まあ、共生ですよね。そこまで時代がなんか環境に優しくなりました。で、まあ、ゼロ成長もちょっと考えましょうよと。で、OECD 諸国、いわゆる豊かな、ごめんなさい、GDP が高い国、ヨーロッパとかアメリカとか日本ではゼロ成長という考えはしません。しませんけれども、今ちょうどブータン展というのはあの山梨県の博物館でやってますけれども、ブータンのように、ブータンという国はもう GDP って測り方をしません。GN、グロス、GNH かな、グロスナショナルハピネスを国として導入してます。だから成長はもういいですと、別の意味であの幸せを考えましょう。なのでちょっとは入ってきてます。もう成長はいい、あの生産は増やさない。そうすると経済規模は減ります。で、少し生態系とか考えていきましょうということで、あの共存主義共生ということになってます。で、この本が出た時はかなりこれ進歩的だったんですけれども、実はその後生態系サービスという言葉が出たりして、我々は生態系に依存しているというふうに考え方が変わってきました。で、こことここの違いは、こっちでは完全に代替できます。何かを失われたら他のもので取って代われます。で、こっちは失われると取って代われないので、今何とかしなければいけない。失われる前に生物たちの種なんて一度失われたらもう戻ってこないですよね。なのでここは強い持続可能性というふうになります。なので、あのこれだけガチガチの数式で考えても倫理っていうのは入ってきます。そうです、今だってこういう社会があったらこんなの全然関係ないですよね。いいとかいいとか全然関係ないですよね。それで分かっ、このウィークサステナビリティとストロングサステナビリティが分かったので、それをもとにさっきのところに戻りますと、とりあえず環境を守ります。でも代替可能の場合は弱い持続可能性、代替不可能なので今やりなさいというのは強い持続可能性になります。で、さっきまでのこれは足して正の値だったら持続可能性なんですが、弱い持続可能性でいいよっていう人は、これどこかで時間の流れがずっと0から t まで、大文字の t まであります。そのどこかで0より大きくしてくれればいいです。要するに破壊されるのが保全されるのもちっちゃければ、どこかの時点でちっちゃければいいです。もう一回言いますね、保全から破壊される分を引いて、どこかで0より大きくなれば OK。さっきの表でちょっと言うと、例えばここの時点、弱い持続可能性の場合、ここの時点ではマイナスでも、例えばこの時点で0がより大きくて、でこっちの方がすごい大きければ、ここまで来て回復されますよね。だからそれはそれで OK とします。でも強い持続可能性の人たちは、全ての時間に関してどっかで壊したら必ずどっかで回復してね、全ての時間でという考え方をします。これで言うと、ここで必ず帳尻が0より大きくなるように合わせてねと、ここでも0より大きくなるようにしてね、だこっちがすごい破壊が大きくてっていうのはいいですと。ただそうしたらこの時間の中で必ずこれよりも大きい保全がないとダメですよということです。その意味はさっきのこれで、こっちの方は代替可能であるって言ってますか。こっちはそうじゃないよと言い方をしています。
これは意味が大きいです。例えば森林自体を考えたときに、木材 の、 そのバイオマス量っていうのは、もし同じ品種とかだったら、こっちの山が破壊されても別の場所で別の時間の時に植林し直せばそれは可能ですよね。でも一つの種が滅んでしまったらもう取り返せないので、今年ある種が滅びそうだったら他の場所で少なくとも増やす工夫をしないといけませんよと、そういうことです。で、今まで話したことを整理しますと、そういうことですね。世の中には無数のプロジェクトがあります。で、割と破壊しがちなものと保全活動があります。だ、これがとにかくゼロ以上、そうですよね。ただし、ちょっと弱い持続可能性の人はこれでゼロ以上になっていれば OK、 で強く考える人は毎年ゼロ以上じゃないとダメということが、先週話した持続可能概念からこういう基準にたどり着く、あるいは別の言い方すると、経済学からは、経済学の一つの考え方としては、持続可能開発を満たすとはどういうことかというと、こういうことです、ということが言えます。ですか。ちょっとあまり馴染みないかもしれませんけれども、こういう考えをする人がいました。いましたし、全てではないですけども現実のプロジェクトに反映されています。だから課題で出した世界銀行のプロジェクトの評価書の報告書なんかを読んでみると、本当に入っているというのはよくわかります。それで E、 さっきから出ている環境の価値 E に関してはまた別の時にじっくりお話しします。でこれだけお話して終わりますけれども、いいということでこう出てきたってことは、これをまとめて経済の中身に入れましょうよということが出てきました。それは今 GDP っていうのありますよね。ありません。でほとんどの国では GDP には今まで話したような E とか A は入っていません。入っていません。ただやっぱりそれを入れましょうよと。っていうのは、先週話したように資本、こうだったかな。K で書いたかな、C で書いたかな。そう。資本で自然資本も世の中の資本として考えましょうよということで考えたので、完全に取り入れられたというわけではないんですけども、いろいろ今まで話した E を GDP の中に取り込むというのが出てきました。ということは、 GDP が増えても自然資本が減ってたら、実は国としては資本は減ってたということをちゃんと見なければいけないと。それで環境を経済に統合した。で、今国民経済を計算するのに、国民経済計算システムオブナショナルアカウントというのがあるんです。さすがにこの話は全部しませんけれども、で毎年、今年の日本の GDP は450兆円だとか、なんとなく聞いたことあると思いますけれども、そういう計算をしてます。で、 GDP インドネシアとか中国は増えてるんですけれども、もしさっき話した E を国民経済計算の中に入れると、試算ですけれども、実は中国今すごい伸びてますけども、 GDP が実は 4.8% 減ってるのと一緒なんですよと、インドネシアでは 4.9% 減ってると一緒なんですよと、ということが分かってくるようになりました。中国では当然環境汚染とか砂漠化とかひどいです。で、インドネシアではいまだに森林破壊が深刻なので、それを国民経済として考えたら、実は減ってるんですよと、まあ、試算ですけどもね、90年代にそういう試算がありました。で、これはあちこちの国で導入されつつあります。ただ正式なものにはまだまだ完全にはなってないということです。それで日本の例を話しますけども、日本
では正式にもちろんまだその環境を取り入れた国民経済検査というのは正式にはないです。ただ例えば国土交通省とかはですね、グリーンインフラということで自然資本の重要性を見直そうかなということで大々的に宣伝をしています。でその一番の理由は、それが始まった一番の理由はやっぱり東日本大震災です。それで完全には止められませんけど、完全には止められませんけど、まあ諸説いろいろありますが、やっぱり海岸に防災林が埋められた方がなんとなく東日本大震災では どっちかっていうとやっぱ被害が少なかった。だから堤防みたいに、人工の堤防みたいに完全に防げません。まあ人工の堤防もね、もうほとんどやられましたけど想定外の津波で、防災林も完全には防げません。で科学的にはいろんな研究があります。かえって防災林があるから木が凶器になってね、根こそぎこう津波でひっぺがされた防災林が、木がこうでっかい木がぐるんぐるんあって、で亡くなる方っていうのはその溺れるっていうのも、がれき、一緒に来るがれきでこう傷ついちゃられますからね。だから防災林もその木がかえって凶器になりうってあるんですけど、でも大体はやっぱりあった方がその津波とか高潮を防げるっていうのはあるので、社会資本整備として自然還元をする多様な機能ということで、グリーンインフラ、要するに防災減災が可能という考え方だから、森林があるということはただ森林があるというだけじゃなくて防災減災に役立っているんだよというふうに考え方が変わってきました。